大丈夫か？ああ、悪い夢を見た。どんなだ？長い話になる。夜明けにはまだ早い。時間はあるぞ。最初はケイアモルヘンの寝室だ。浴槽にゆったり使って、そばにはトリスか。イエネファーだ。変だろ、彼女があそこに来たことはないんだ。でも自然だった。いつもみたいに叱られてたのか。夢だったのか、うん、まあな。まるで現実みたいだな。きっと会えるさ。夢の中でシリを探して稽古をつけてやった。懐かしいな、あのおてんば娘に。もっと身軽で強靭な子を教えたこともあるが、あの子を一番よく覚えた。それで夢の中で何かあったのか？ああ、ワイルドハントが現れてシリを襲った。俺は切り株みたいにその場を動けなかった。ただの悪い夢だ。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきた時、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきた時、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。確かに。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。なんで選択肢が出るんだ。もう行かないと。もうすぐ夜が明ける。出発しよう。待て、イエネファーからの手紙を見せろ。何か手がかりを見落としてるかもしれん。見落とすも何も、ウィロービーで会いたいと書かれてるだけだ。だがその村はどこかの軍隊に焼き払われた。だから彼女の足跡を追ってたな。ごちゃごちゃ言ってないで手紙を見せろ。おやおや、手紙までギラとスグリの香りがするぞ。香りなんかより文字を読むんだ。会いたい、急いで。イジマの近くのウィロービーで。それだけだな。この追伸のあのユニコーンまだ持ってるわとは。まあ、非常に個人的な話だ。なるほどな。大体察しがついたぞ。詳しく知りたいとは思わんがね。それで、あとどれぐらいでイエネファーに追いつける？2、3日だな。足跡はまだ新しい。だが街道に向かっているようだ。そうなれば追うのが難しくなるぞ。待て、聞こえたか？聞こえるし、匂うぞ。グールだ。しまった！
どうした？グールを倒すって、まだグールいるのか。この化け物がどれほど役立つ生き物か、力説し続けてた魔術師の話はしたかな。血液から霊薬を調合できるからか。いや、死体を食うから伝染病が流行らないそうだ。生きた人間も食うことを知らなかったのか。知った時にはうろたえていた。持論が崩壊するからな。局は我々側に厳しいようだな。我々側？北方諸国側だ。ラドビッド王国のことか。今やテメリアもエイダーも滅んだ。ラドビッドは勝利した暁には国境線を戻すと約束している。信じてるのか？人は何かを信じないと前に進めんもんだよ。首吊りにしたよ。バレ吊られてひどいな。見るか。助けて。
助けてくれ。あんたらのおかげだ。馬と一緒に死んじまうところだったよ。運が良ければな。馬は即死のようだが、グリフィンは獲物をなぶり殺す。生きたまま肉を食われるんだ。お礼をしなきゃいけないよな。礼はいらん。助けたかったから助けただけだ。ウィッチャーは冷たいとか報酬なしでは動かないとか聞いたんだがな。腐った麦わらから生まれるネズミと同じ迷信さ。足跡はどうだろう。言った通りだ。街道に続いていて、そこで分からなくなってる。誰か探してるのか。中くらいの背丈の長い黒髪の女性が見かけてないか。いや、でもこの辺で宿屋といったらホワイトオーチャードにしかないんだ。旅人がよく訪れるから何かわかるかもしれない。ちなみに宿屋の主人はいとこでね、ブラムの紹介だといえば家族同然にもてなしてくれるよ。いい考えだ。その傷も何とかしないといけないしな。かすり傷だ。まあ貯蔵庫から出したての冷たいライウイスキーがあるなら話は別だが。行こうか。行くぞ。人里近くにグリフィンが出るのか。変だな。わしも同じことを思っていた。森や山の中ならともかく、こんな街道からも近いところに出るとは。戦争のせいかもな。死体だらけで血と焼けた肉の匂いが充満している。怪物がおかしくなっても不思議はない。ホワイトオーチャードでは用心しよう。手がかりを見つけたらできるだけ早く出発する。あの紋章はテメリアの百合だ。紋章を掲げて何が悪いってんだ。ここはもうテメリアじゃねえ、ニルフガードなんだよジジイ。違う、テメリアだ。
ウィッチャーかな。化け物汁で酒がまずくなる。失礼な客がいて悪いね。構わん、慣れとるよ。みんな気が立ってるんだよ。軍隊に踏み荒らされて、今度はグリフィンがうろつき出して。ああ、もうお目にかかったよ。あんたの親戚のブラムに会った。ブラムと元気だった？まあな、彼がよろしくと。ああ、ウィッチャーさん、店のおごりよ。何にする？店ペンシクイロ。女性を探してる。漆黒の髪と紫の人、黒と白の服を着てる。ウィロービーから来たはずだ。それから変に聞こえるかもしれないが、リラとスグリの香りがする。そんな人は知らないわね。あったら覚えてるはずだし。そうだな、一度見たら忘れられん。ここにはいろんな土地からたくさんの旅人が来てるから、みんなに聞いてみるといいわ。にぎやかな店だな。国全体が騒がしいからね。家族を探したり、軍から逃げたり、そういう人たちが一晩の寝床を求めてくるの。戦争のおかげで繁盛してると？今のところはね。でも平和が一番だよ。こんな時代じゃ明日はどうなるかわからない。何があるのか見せてくれ。
見せて自体に。グリフィン退治の仕事はあるか？今はないの。昔だったらあんな化け物が近くに巣を作ったりしたら長老が資金を集めたり漁師様へ陳情に行ったりしたんだけどね。今じゃ人を雇うにも先に黒の軍団の許可が必要なのさ。漁師様も処刑されたみたい。だから仕事の募集はないわね。力になれるかと思ったが、ただ働きは無理だな。ありがとう。もう十分だ。包帯を巻こうか。おい、そこまで老いぼれちゃいないぞ。ならイェネファーのことを聞いてくる。とにかく騒ぎを起こすなよ。下手に注目を浴びんようにな。黒の軍団が土地を測量してるそうだ。測量ならいいさ。作物を燃やされるよりマシだ。ドロムル、お前は鶏よりバカだな。なんで地面に線を引いてるかわかるか？俺たちの土地を奴らで分けるためだぞ。人を探してる。俺たちに構うんじゃねえ。化け物め、その顔見てると酒がまずくなる。話がしたいだけだ。聞こえなかったか？よそ者と話すことはない。寂しくてしょうがないなら豚と一緒に貝場桶にでも入ってね。いいぞミカ。これ何？これあれ何だったっけ？ジェダイか。黒と白の服を着た漆黒の髪の女性を見たか？答えろ。ジェダイだ。先日馬に乗った貴婦人が村を通ったらしい。避けようとしたラドバーが突き飛ばされたそうだ。どっちの方向へ行った？知らない。街道からそれる小道はたくさんあるし、どこへでも行ける。みんな、ミカが化け物に操られてるぞ。おい、黙らないとその舌を引き抜くぞ。ものでも。ニルフガードとはうまくやってるのか？他と同じさ。税金を払わせあれこれ請求する。でも村の平和は維持してくれている。それは認めるわ。テメリアの滅亡を悲しまないのか？半年ほど前フォルテスト王が亡くなった時は喪に服したわ。でも今は平和が欲しいだけ。じゃあな。うん。時間の無駄だ。お前がルールを理解する前に日がとっぷり暮れてしまう。ちょっといいか？もちろん。アルダート・グリートはオクセンフルト学院の助教授で近代史が専門だ。リビアのゲラルト、怪物退治が専門だ。ある女性を探してる。長い髪で黒と白の服を着ている。見かけなかったか？見てないね。庶民と違って戦火の女騎士なんて馬鹿げた噂だと思ってるからな。戦火の女騎士というのは何だ？人々の噂だ。馬に乗った女の幽霊が夜の戦場を駆け抜け、君の言った特徴と似てる。軍隊を引き連れてて見たものは不幸になるらしい。
確かに不幸にはなるが、どこに現れたか知らないか。いや、おとぎ話には興味なくてね。こんな場所に学者がいるとはな。戦場から逃げてきたのか。その逆だ。私は前線を目指してるんだ。死にたいのか。知識が欲しい。そのためなら命もいらない。知識への渇望は埃まみれの古文書では癒せない。自分の目でニルフガードの進行を見て、全てを年代記に記録したい。完成したら最高の仕事になるだろう。面白い。戦争の記録は必要だ。色とりどりの軍旗や将軍閣下の感動的な演説ではなく、強姦や暴行、兵士たちの蛮行について真実を書くんだな。君には学術的な洗練が足りないようだな。強姦や蛮行は戦争自体には無関係なことだ。小さな装飾品といったところだな。家を失った人々に同じセリフを言ってみるんだな。戦争はノビグラドまで？いや、でも時間の問題だろうな。一方からはニルフガード、反対側からはレダニアが迫ってる。骨を見つけた2匹の犬みたいにな。みなその骨を喉に詰まらせる。その通り。我らはノビグラドの自由を愛し、それを守るために戦う。おお、学者が剣を取るか。剣だけが武器ではない。町の防壁を設計したのは我が学院の設計士たちだ。これまでどんな兵器でも崩せなかったのだぞ。邪魔したな、さらばだ。ちょっと待て、ウィッチャー。君は見込みがある男だ。グエントは知ってるか？知らん。今から覚える時間もない。ルールは簡単だ。いいだろう、一勝負しないか？よし、ルールはこうだ。戦力する。